皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の歴史、鎌倉時代の前期について、お話しします。源頼朝、この人が開いた政府、これを鎌倉幕府と言います。そしてこの政府が政治を行っていた時代、これが鎌倉時代と言います、ね、1185年から滅びた1333年まで、これが鎌倉時代になります。この1185年というのは、頼朝が全国に守護と地頭を置くことを朝廷に認めさせた年ですね。ここから鎌倉幕府が始まったということです。そして将軍と主人と家来の関係、主従関係と言いますけれど、この関係にある武士をこれ御家人と呼びました。最初は家人と呼んでいたようですけれど、その後で御家人と呼ばれるようになりました。で、将軍は御家人に領地を与えて保護して、手柄を立てたらまた新しい領地を与えると、こういうことをしていましたね。このことを御恩と言います。これに対して御家人は将軍に忠誠を誓って、将軍のために働いて戦いました。このことを奉公と言います。2つ合わせて御恩と奉公というので、これも合わせて覚えておいてください。で、このような土地を仲立ちとした主従関係、ね、主人と家来の関係ですね、これを結ぶ仕組み、これを封建制度と言います。このような幕府の中で北条氏、これは将軍を補佐する執権という役職について、次第に鎌倉幕府の政治を動かすようになっていきました。で、この北条氏が行った政治、これを執権政治と言います。鎌倉幕府、実は源氏の血筋は将軍3代で途絶えてしまいました、ね、頼朝、頼家、実朝、ここで、将軍の血筋、ね、源氏の血筋は途絶えました。そうすると将軍がいなくなっちゃうんですね。ですから誰を新しい将軍にしようかって幕府は考えました。そこで最初に考えたのは後鳥羽上皇、この人の王子を、ね、将軍にしようとしたんですね。で、後鳥羽上皇、朝廷と側と、ね、仲良くして、揉め事を少ないようにしようと、こんな考えたんですけど、この後鳥羽上皇という人、実は鎌倉幕府ができてから朝廷の力が弱まっていて、なんとか幕府を倒してまた権力を自分のところに取り戻したい、こういうふうに考えていて、自分の周りに軍隊を増やしていたんですね。ですから自分の子供、王子を将軍になんてことは、とてもとてもしようとは思えない。ですから断りました。そこで仕方なく、今度は頼朝の遠い親戚にあたる藤原の頼常という人を将軍にすることにしました。この頼常という人は、実は当時まだ2歳か3歳なんですね。本によって2歳っていう本と3歳っていう本があるんですけど、保育園とか幼稚園だったら年少さんですよね。年少さんが将軍になって政治なんかできませんよね。当然陰で政治を、後ろで政治をする人は北条氏ですね。ですからこのようなことで御家人の中に不満を持つ者が出てきました。そうするとこの後鳥羽上皇、これはいいチャンスだと、ね、今こそ幕府を倒す時だと、こうやって考えました。きっと不満を持っている者は、自分の方の味方をしてくれて自分についてくれるだろうと、こう考えたわけですね。そして1221年、後鳥羽上皇が幕府を倒すための兵を挙げました。これが承久の乱です、ね、そうするとこの幕府側の御家人の中にも動揺が広がります。そんな動揺している御家人たちを集めた人がいました。それは頼朝の奥さんだった北条政子という人です。北条政子は御家人たちを集めて、その前で演説をするんですね。皆の者よく聞きなさい、ね、頼朝公の御恩は山よりも高く海よりも深いと、この御恩を忘れない者は
頼朝公のために今こそ朝廷と一丸となって戦いなさい、このようなことを言うんですね。で、御家人の中にはこの演説を聞いて、言葉を聞いて涙した者もいたそうです。そして団結して朝廷側と戦うことが決まりました。そうすると幕府の動きは早いんですね。なぜ早いかというと、時間が長くなると朝廷側につく、ね、武士が増えてしまうだろうと、こう考えたわけです。そこで決まったらもう即京都に向かって兵を出します。そして京都に向かう兵、最後には全体では19万騎もいたそうです。すごい数ですね。そしてまず宇治川の戦い、ここですごい苦戦するんですけれど、そこで勝つともう朝廷側はどん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 逃げ出すものばかりで一気に勝っていきました。そして後鳥羽上皇ね、自分が負けたことの知らせが来ると、幕府の使いにこんなことを言うんです。いやいや、今度の戦はね、自分の知らないところで公家たちが勝手に計画してやったもんだから自分の責任じゃないと、こんなことを言うんですね。でもね、後鳥羽上皇、執権を打てという命令を出しています。ですからこんな言い訳通用するわけがありませんよね。ですから承久の乱で朝廷側についた公家や武士処罰されて、後鳥羽上皇も沖ノ島に流されたんですね。そして承久の乱の後、幕府は京都に六原丹内という役所を置いて、朝廷の監視や京都の警備、西国の取り締まりを行いました。この六原丹内というのは役所の名前であり、またこの六原丹内の一番偉い人の役職、これも六原丹内という名前です。で、初代の六原丹内になった人、次に出てきます北条泰時という人でした。この北条泰時はこの後執権になって、1232年執権北条泰時、御家人たちの裁判を公平に行う基準となる御成敗式目という法律を作った人です。この御成敗式目、当時の人は画期的な法律でした。男子女子ともに領地を相続する権利がある、ね、平等に相続できると、さらに女性でも将軍に仕えて御家人になることができたんですね。さらに身分の差に関係なく平等に裁判を受けることができると、このような画期的な法律だったね、それを作ったのは北条泰時。どちらも御成敗式目、これ上映式目という名前もありますね。北条泰時と御成敗式目、しっかり覚えておいてください。今回は鎌倉時代の前期についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。